はい、こんにちは、ピポホです。今タカラトミーさんの、サイトに来てます。ドリームトミカイニシャル T A86 トレーノっていうことで、ドリームトミカに大人気コミックイニシャル T 主人公の愛車 A86 トレーノが登場ということで、こちらの方はですね、去年2013年9月21日の土曜日に発売されたものです。メーカー希望価格としては700円ということで、私も700円で購入したんですが、まず、こちらの方ですね。箱がドドンという形で、はい。ちょっとここ開いてる感じになってますけど、まだ開けてませんので、乗ってますね。イニシャル D の主人公、タクミなんですけど、こちらの方はですね、ドリフトの車でかなり一斉を、イニシャル D の漫画、またそしてですね、テレビとかでもビデオとかでもですね、映画にもなりました。週刊ヤングマガジンとかでですね、取り上げられて長かったんですよ。これ1995年からですね2013年までですね、ずっとあって、年数で18年ぐらいですね、18年ぐらいヤングマガジンで連載されて、単行本もですね48巻全部であります。テレビもですね、アニメのイニシャル D から始まり、セカンドステージ、フォースステージ、フィフスステージ、ファイナルステージというような形で、続いていったんですけど、このすごいのがですね、このさん、この主役、初めて車に乗ったのが、中学生ぐらいからだったということで、それ自体が犯罪じゃねえかっていう風な、突っ込まれるような、漫画の世界ですので、ということで、で、その主役のこの匠がですね、この A86 トレーノの、改造された車をですね、最初はの、最初から改造されてたのかな、改造された車をずっと乗り回して、ランサーのエボリューションだったりとかですよ。あとは、なんていうんですかね。スカイラインの GTR とか、いろんな、本当に強力な車を、バッタバッタとこう、この古い車でですよ。勝っていくっていう、古い車でこう、すごい車に勝っていくっていうのはですね、すげえなっていうふうな、漫画ですけどね。漫画なんですけど、ずーっとそれが続いてって、自分も、そういう風なちょっと車に乗ってやんちゃした時期もありましたが、それはいいでしょう。という風な、全然わからなかったですね、イニシャル D のこと。イニシャル D の説明をしたはずなのに、イニシャル D の説明になってないという、説明の、点の抑えなさというか、AE86、通称86と呼ばれてたトレーのこの車なんですけど、去年の9月13日に発売されました。で、1年遅れとは言いませんが、半年以上かかって、販売されたことに気づき、慌てて Amazon で購入しております。で、先ほど開封からしていきたいと思います。あまりの感動にすみません、一時停止したことを忘れてずっと喋ってました。どっから喋ったらいいんだろう。開封して出したところからでいいんでしょうか。すごいです。はい、うちは豆腐店自家用って書いてます。そしてカラーリングです。結構細かい部分まで色がついてます。ここのライトですね、イントラクティブっていうんですか、あのパカパカっていうところで、その中のライトのところもちゃんと色ついてるし、フォグランプも色ついてるし、テールランプも色ついてる。すごいですよね、綺麗ですよ。ほんで、ここのボンネットのところは黒になってて、本当にもう反射しますね、指がちょっとこう映るぐらいの綺麗な色になります。そしてこちら、
トヨタでした。私のやつはアマゾンでですね、こちらの方の、何かをポチった時に、この記載がですね、トヨヤだったり、小文字でトヨタって書かれてたりっていうのがあったみたいで、トヨヤ期待したんですけど、残念ながらトヨタ2013年スプリンタートレノになってました。で、気になるのはドリームトミカが全部そうなのかなと思ったんですけど、ここが色なんですよね。白文字のトミカは私ちょっと初めて見ました。ドリームトミカがそうなのか、他にもこういう風なトミカがあるのかまではちょっとまだ比較はできないんですけど、通常あればここがこういう風な感じでトミカ、トミーっていう風な形で、まあ、刻印みたいな感じになってんのかなと思ったんですけど、これは書かれてますよね。ちょっと、トヨヤ社だったりとか、小文字のトヨタ社のこの86を見てみたいなと思ったりはするんですけど、まあ、どちらにしても、本当値段が今回700円でしたけど、まあ、満足です。購入できて。タイヤちゃんとブラックですし、すごいですね。この一時停止してる間に同じこと、全く同じこと喋ってますからね。ずっとこう見ていたんですよ。本当に。意地悪豆腐店次回を。で、先日予約の、したっていうことも紹介させてたんですけど、まだ念押しで。こちらの方はドリームトミカ9月13日発売されたもので、これとまた、全く同じものになります。全く同じものなんですけど、今度の8月2日にですね、トミカ、ドリームトミカ、イニシャル D の A86 トレノの白、これはボンネットが黒、白が発売されるということです。白ですよ。白ってことは、イニシャル D の始まった頃の、トレノになるってことですよね。いや、欲しい。いや、予約しましたけど、まだ予約注文受付ができますので、で、アマゾンでまあ予約される場合なんですけど、こちらの方は予約商品の価格保証の対象商品になります。これどういうことかっていうと、購入が確定する、まあ、8月2日ですよね。この8月の2日までに最安値。例えばこの756円、今756円なんですけど、これが700円を切って608円とか650円とかなった場合、その後に756円に戻ったとしても、その時の一番安かった値段が反映されるという、お得な価格保証になっております。ただし、まだちょっと紹介開封してませんけど、こちらの天王列車が、届いたのが、昨日、いや、違う。おとといの日曜日の18日です。つまり、発売日よりも、ちょっと遅れてしまうっていう、デメリットはあります。ただ、お店に行かなくていい、確実に手に入る、そして、その時の最安値で買える、というメリットはありますので、どちらをま、取るかだと思います。まあ、それは別として、トミカ、ドリームトミカ、イニシャル D A86 トレの白も、Amazon の方ですね、予約の方をしておりますので、まあ、よろしければ、これと並べてみてもいいんじゃないでしょうか。ということで、Amazon でポチった A86 のトミカ、紹介以上です。